が使ってるセッティングをそのまま話していこうと思います、うん、ぜひ参考にしてください。まずさ、まあスラローマーなんで、まあ、スラロームのスキーを聞きたいんだけど、あのエッジの角度とか、はい、どういう感じにしてるの？まずエッジのベースサイドですね、うん、こっち側のベースサイドは 0.5 度、 0.5、 0.3 度、3、両方あれ、両方ある、両方あります、はい。で基本的に硬いところを滑るときは 0.3 で、こう柔らかいところを滑る場合は 0.5 とかに使い分けてやってます、うん、でサイドの方がもうサイドの方は86度、86度、もうこれ一つだけですね。それワンパターン、ワンパターンで、はい、やってます。あとビンディング乗せるときに、はい、あの敷くここの、リフターだね。リフターはどのぐらい？リフターは、前が4mm、 前4mm、 はい、前 4mm にして、後ろも 4mm ですね。あ、後ろも 4mm の、後ろも 4mm で、ビンディング の、 あのつけてる位置も、うん、あのあって、通常つけてるより1つ穴が前の位置になりますね、うん、あ、回転性をよく、そうですね、はい、のセッティングで僕は滑ってます。後ろ 4mm っていうのはね、なかなか珍しいっていうか、そうですね、だいたいね、あのうちの登録選手とか大学生とかは前4の後ろ2とかセッティングだけど、前高いですね、やっぱりちょっとこう前傾角度つけてるっていうことだよね、はい、そうですね、4mm4mm なんで、うん、あのみんなが 4mm2mm でやってるよりは前傾があって、まあ少しあのなんだろうな、前が高いとやっぱり噛みやすい、うん、あの反応がいいスキーになるんですけど、少しあの前が低くなると少しマイルドなになるかなっていうので、僕はそれを好きでやってます。ただあのそういう風にはしてるんですけど、ブーツの方で、うん、あのちょっとその分調整もかけてるっていう